今回は東京 100K を紹介します。ピースまたよし直樹 すべての東京の屍に捧ぐ東京は果てしなく残酷で時折楽しくまれに優しい今最も期待される書き手による比類なき文章100編自伝的エッセイ短いものなら1ページ長くても数ページの東京のさまざまな場所をめぐるエッセイ詩小説風のものもあるどのエピソードもどこか切ない特に池尻大橋の小さな部屋は よくできた恋愛小説のようで最後は泣いてしまった他にもいろいろなんか自分が東京に出てきた頃のことを思い出し心がキューとなった又吉、ま、さんの文才に惹かれ彼の本をすべて購入しましたがその中でもこちらは一品カフェで読みながら没頭して気づいたら声を出して笑ったり少し切なくなったり。 純粋に楽しめました。今でも何度も読み返すほどお気に入り。以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。